やっとありましたね。道に迷って1時間さまよっててやっと出会いました。時間ずっとこう任された。でもあったんでよかった。この奥ですね。じゃあ行ってみましょうか。はい、グラスゲットなるか。そう、もうグラスゲットなるよ。頑張って歩いたからね。そう、歩いた暁にはグラスと花瓶をゲットできることを祈って行きましょう。マシュアビデオ。すごいここかわいい。あやちゃん見て、食器セット。おお。ナイフセット。何これ、ピクニック。ここのかけてんのもなんか見たことありげな感じ。これなかったっけ前。なんかな、いいね。あ、あやちゃんの好きなやつ。かわいい。うわ、めっちゃかわいい。何この、これいいやん。おお。お、見てあやちゃん。何？お、あ、見つかった。ちょっと待って、マジか。え、でも結構高。え、一発目。どうする？でも高っ。これちょっと、いいな、ちっちゃい版。かわいい。あ、見て、丸深皿。私たちの欲しい。あ、ほんまや、丸深皿いくらやろ。これ10ちゃん1個、値段載ってない。あ、でも、きれい。ゆるいぼっこ、アルトストラスブールシリーズね。すごーい。あー、そうか。なぜ時期おもろ。でもこっち25って俺こっちの方がいいかもな、もしこれ。あ、でもこれかわいいな。ねえねえ、ポットかわいいな、こうが。うわー、あ、でもちょっと使用感があるね。でも40すんの、すごい。このチビ皿だけ4枚ぐらい買っとこうかな。セプチアシエットセデセアセコンビアンスセワラセ5ユーロレプチッツエレグランドノクワクセテ10レグランド10ユーロレグランド。ダコヤレグランドエヤセラウシレクルセディスディスダコ5オッケー。あ、かわいいと思うけど。じゃあこれでいこうか。オッケー。ほらチューリップ柄。ほんまや。あ、バラも可愛いな。これも可愛いよな。チューリップでいい？うん。40何？40です。あ、OK。 Merci。 Merci beaucoup。 さあ、あやちゃん、はい、イエーイ。一発目に見つかったね。クショ欲ちょっと高かったけど、やっぱ買っちゃう。そう、やっぱ好きなシリーズだからちょっと高くても買っちゃいました。だったら買わんと買われる説。そう、あ、楽しい。なんかイヤリングも最近めっちゃ増えてる気がする。確かに、イヤリングコレクションが。こんなんもあるんや。あ、ほんまやな。これは今まで出会ったことないな。モフモフさんや。時計と瓶が混ざってる。どう、ワンちゃん。袋もある。宝箱。さあ、お皿コーナー。お安いところ。あ、ほんまや、いつものお兄さんのところや。あ、あー、でも足がちょっと四角か。そう、まあでもお水入れにはちょっとあれか、ちっちゃいかな。あ、でもかわいいな。きれい。足丸いの方が好きかな。めっちゃしっかりしてるね。そう、なんか、うわー、ほんまやな。60ユーロ。あ、8個で60ユーロ全部で売ってるってことや。これでもワインにしてもな、ちょっとな、水少ないねんな、若干。容量でも俺ここ丸かったらちょっと心いってたかも。なあ、かわいいな。いいのあるじゃん。こんなん出されたらちょっとテンション上がるもんね。いや、このセットなかなかいいね。でもいいお値段、32。かわいいね。聞いてみる値段。傷めっちゃ使ってる。ちょっと違うかな。かわいいけど。色味はすごい。なあ、これほら珍しくない。うわ、すっごい。これ3つバージョンやね。すごいゴージャス。これは珍しい。
でもアラビアチックやるのなんかなこう取ってさささってみんなやる感じ、はあ、シルバーは安く売ってる。もうそんな安くないから1本5ユーロと考えたら結構なお値段やな。うん、めっちゃキラキラしてんな。綺麗、引くほど綺麗。ああ可愛いね確かに。ああでもちょっとない優しい線やな。なんかエレガントやなすごい。ここなんかポツポツが可愛いな。なあ。へえ。ブランド書いてるけど知らんやつ。うん。おここは完全にフリーマーケット感が。うん、今日はフリーマーケット？いや今日はブローカントって書いてあって。じゃあ黒の。うん。なんか口笛おじさんのとこっぽい雰囲気やな。確かに安いもんこの辺。何これ。こんな見たことない。ほんまやな。ここなんかありそうな雰囲気やけどないね。これ何やろね。くるみ割り。あ、こう割るんか。わあ、こうやって置くと可愛いんや。なるほどね。こういうのなんかいつか欲しいねんな、水入れに。水すげえ可愛いと思う。これ何使うの？調味料？かな。え、これ。すげえ。美味しいって感じ。もうここだけで可愛いよな。可愛い。うわあ、セットいいな。この食材好き。そうなんや。可愛い。うん、でもこれも丸い方がいいな。そうなんや。ちょっと四角ってあんまりまだ魅力を。うわでもこれ可愛い。これ持ってた昔。嘘やん。ほんまにこれ持ってる。あるんや。ここに。挟むやつ入れるところ。マジで持ってたなと思って。日本の製品。いやでもこれ持ってたよ。多分顔は違うけど猫で。マジで定番なんやろな、こういう仕様は。なんかこれここほんまお店みたい。宝箱宝物を探るみたいな。鉄砲とかいっぱいある。濃厚パンチパンチメガトンパンチがある。えっでてれー何これ。なんなれなんやろな。なあ。わあやちゃん好きそうな本すごいな。エンボス加工。あでも中はこういう歴史書かな。イスタードでパリ、はい、でパリじゃん。パリの歴史の本なんや。面白い。はあ。ちょっと欲しいな。このいろんな昔のイラストが一冊にこんなにまとめられてるとラッキーって。うん。さあやちゃんいつものお兄さんのところにアグレスシリーズ。あ、深澤深澤だったっけ？ね両方持ってます。すいません。大量に買いましたね。すごい。アグレスシリーズ結構状態いいね。前は綺麗。前に死ぬほど買ったからちょっとアグレストはもう買いません。あ、これいいやん。うん、これ前もあれへんかったかな。中がすごい全然違う。これ使いに違うのってわからない。前でもここにな、うん、あのサラダを持ったりしてて可愛かった。あ、サラダなんや。あえてそういう使い方してる人もおって、面白。でも今家にあるやつの方が可愛いからいいかな、うん、これ。あ、じゃあそこと同じシリーズのお皿や。あ、ほんとや。セットで揃えるやん。うん、ね、かわいい。これ嫌いじゃない。結構かわいい。かわいい。これは1ピースジディズゴですね。立派なお値段。ここ3ユーロやって。かわいいねんけどな。カラフルグラスがある。コップが欲しいね。コップないなぁ。すごい面白い。来ました、あやちゃん。ガラクタ1から掘り出すパティン。おお、なんかあるかなぁ。あれ、あやちゃんの好きな瓶。なんかついてる。キポキポキポ。
わあ、すげえ。セットバッサーって置いてる。こういうのすごいよな、なんか。すごい。なんか絵画みたいなあれやな。あ、あれこれ前も見つけたっけ？ちゃうわ、新しいわ。違った？うん。ちょっとちっちゃいな。あ、かわいい？でかいかな。大きい？人差し指やったらちょうど良さそうやのにな。ちょっとでかすぎる？あ、でかい。いや、いじれば多分もうちょっと入ると思う。この色は好きやけど。だからこれが人差し指に来るって感じ。でも若干でかいな。やっぱでかいよな。これにしとき？でかくいくなら。これえんちゃん。すごい。でかいな。ちょっとでかすぎるか。いや、ほんまや。いい机やな。あ、え、これも、この椅子とかめっちゃいいな。これなんでこんなちっちゃいん？これ子供用？違う。これめっちゃ欲しいねんけど。そう。これ地べたの時にちょうどいいん？これが。そう。値段聞いてみる。これいくらよ。え？いくらやったらいいか。10。20ぐらいすんちゃう。でももらんかな。まだもらん。可愛い子置いてはるよな。なんかな、ここやっぱオーラがすごいね。マダムのオーラがすごい。まあ、ちょっと回ぐるっと回ってもう一回来るか。おお、この柄のポット持ってるよな。うわ、これ、うん、多分これこの柄やと思う。あのポット、最近見たから。あ、またアブレスティア。あ、アブレスト。あ、ウィパスケジェウィコモディ。でじゃあ飛べさエサエサメオナッパオンコサエサエサエサ。メス、テツサセ、セ、あ、え、この、あ、セブレ？どうしよう、あやちゃん。やば。うわ、大きいもんや。やばない。これ絶対欲しいよな。ウェ？あ、アボ、セラ？あ、セブレ？おぉ。ウィー。でも値段がな、多分マダムもう、俺らテンション上げちゃったから。これはカモだってなってる。あ、これちっちゃいのもあるやん。これでも何とかあったっけ。2枚ぐらい持ってなかった。これもいいな。じゃあね、これもいいよな。これも可愛いよね、やっぱな。あ、これ確かに。この大きいのはもういいねんけど、うんうん、まあまあこれぐらいやったら割れてはないから。あ、でも日の焼き、これもいっちょかな。ふわって乗せる蓋なんかな。ほら、蓋が違う。セディフェロン？あ、セブレ？うん。あー、だと。はい。手で作られてるから違うサイズが違うんじゃないって言ってるけど、ちょっと怪しい気がする。まあまあまあ。ほほほ。うお、でかっ。でもこれが状態一番綺麗やな。うん。どう思う？どうしたらいい？めっちゃ出会うやん。鍋するときとかにちょうどいいけど、もうしばらく鍋せえへんしな。セプテッドジュース。avec la soucoupe c'est 15. L'état c'est 5 euros pièce. 5 euros pièce. Ça c'est 5 euros pièce. Ouais. La cafetière elle est à 20 et le sucrier 15. Ça fait 20 et 15. 35 et 15. 30の50やな。ここでもう50です。で、これが5ユーロ。だこれは3つか4つ選んで、4つ選んで、で、これも、じゃあ、だこれさ、もうこれからさ、うん、食卓の小皿さ、これに変えれるもんな、日によっては。お客さん来た時もやりたかったらやっぱ4つ必要やんな。うんうんうん。バン、ドンク、キャトルバンディス？キャトルバンディス。キャトルバンディス何だ？ 90。おー、OK？OK！メッシー、オーバー、ボンジョーネ、あやちゃん、とうとう私たちやってのけました。
もうあと少しだよ、アグレス揃えるのも。状態良かったから、またあの大きいカメみたいなやつはもうちょっと状態いいの見つかったら、わあもう最高です。最高やな、もうあの帽子かぶりたいもん今。いやかっこいい帽子やな。この食材かわいい、すごい。あこれ見てなあ、これもすごい。あちょっと待って、これ私たち、うわめっちゃいい額やな。何今日ホイホイやな。ホイホイや。350ユーロ。わお。はい、離脱します。ここすごいね。あでもここめっちゃいい。すごいセンスいい。わすごい、こんなちっちゃいのあるね。あ、キュースもあるね。ほんまや。何これ。わあ。え？繊細。これ入ってたんちゃう？いや。違うか。あ、あやちゃん、コップちょっとちゃうか。ちょっとちゃうな。これ全然お皿しか見つかってない。コップはマシアや。コップはどうした？ちょっと惜しかった。まああのコップ60で買うなら、ね、今日はアグレストで OK はな。これもいいよな。これよく見つけるよね、この。これもいいよ。好きやねんけどな。生えるよ。手が伸びない。可愛いな。珍しい。え？わほんまや。あこれちょっと好き。わかる。ちょっと好きうちも。なあ。どんぐり。これ何やろ。わあ。何これ。ついてる。筒かな。なんか置くやつかな。あ結構かわいいねそれ。いいシルバーだ。いいじゃん。ほら。わあ。いいな。ほら。いいな。いいじゃないですか。見てこれあやちゃん。猫のような謎の生き物。家族。家族っぽいな。かわいい。鶏でかくに。なんか食べてるし。すごいカメレオン。カメレオンじゃないんじゃん。おあれ前も見た、この、また違うか。なんかこういうのもまあ美しいよね、統一感あって。ワンちゃんがみんなこうフン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 って食べてる。お野菜シリーズ。ほんまや。でマシュ好きな。うん、これ好きやで、コキア味。あ入れてる。わあ。あ終わりましたね、あやちゃん。はい、あやちゃん、はい、お重たそうですね。ありましたよ。今日はでも本当にサラサラサラデーですね。サラサラデーやったな。やっとなんか揃ったよな。だいぶアグレストは揃いましたね。もうコレクション。あとはあの亀というかでっかいサラダボールみたいなんと、あと何があるんやろな、あの細長いお皿、細長いお皿とか買わんかったやつの大きいのとか、もうちょっと長いのとかもあると思うから、まだ10点ぐらいはあると思うけど、まあちょっとずつ集めたい。いやほんまにこんなになんか揃えると思ってなかった。ねえ今日出会うとか全然思ってなかったから。でもやっぱお気に入りのシリーズがあると見つけたらすごい楽しいから。いいね。おすすめはしなきゃ。でも結構使っちゃったねお金。そうさっきも言ってたけど、やっぱり安い時に買えて、で今日はまあそんな安くはなかったから、そこで結局まあ真ん中ぐらいの値段で買えてるみたいな、全体的にそういうもんなんかなと思ったら高くても買えたりするし、あと前皆さんにいただいたスパチャをね、こちらで利用させていただきました。まあでもどうしても欲しかったら高くても買ってもいいかなって思える。うん、これアグレスじゃなかったら俺ここまでの値段で買ってない。ちょっと考えるよな。うん、なのでもう心に決めたものはね、ガンガン買う価値なので、はい、揃えれたからね、またみんなに揃って家でね、お見せしたいと思います。はい、せーの。それではご視聴ありがとうございました。オーバー。アビアトー。